この時代のダルビッシュは、まだそこまで強くねえだろ。巨人、日ハム、トレード、これは阿部は何か大変なことをやらかしましたな。まだまだ現役バリバリなんだよな。ダルビッシュ、全然だな。留学に行かせておけば、まだマシだったんだろうがな。キャッチャー、なんで松原なんだよ。阿部をトレードに出して、もしかして巨人はキャッチャーがいなくなって松原がキャッチャーをやってたとか。巨人、村田がいるじゃねえか。一応いるにはいるんだな。でも松原がベストナインキャッチャーってことはキャッチャーやったことは事実なんだろうけど。ふわー、ダルビッシュ切るのかよ。せっかく阿部を出してまでして取ったのに。は？巨人さん、キャッチャーいなくなったぞ。ドラフトか FA で取らないと大変なことになるんですが、それは